こんにちは、ゆきです。今日はね、じゃん。映画、ちはやふる、上の句豪華版、こちらを買いました。はい。こちらのね、ちはやふる、上の句はですね、9月の28日に、出てました。DVD と、ブルーレイの本編が入ってて、あと豪華版なので特典映像が入ってますね。3枚組になってまーす。はい。まあね、こちら発売してちょっとね、経っちゃったんですよね。もうね、予約をしていて、届いてたんですよ。僕のとこに来てたんだけど、あげるの忘れてた。なので、もう、3ヶ月近く。まだまあ、厳密に言うと3ヶ月経ってないけど、まあ、だいたい3ヶ月経っちゃった。はい。っていうことですね。はい。まあ、豪華版ですよ。まあ、あとね、この、ちはやふるの豪華版以外に通常版っていうのがあって、通常版の方は DVD の本編とブルーレイの本編がセットになった2枚組のものがあります。だから豪華版は特典映像が1枚余分についてくると。あとは、おそらく、これは初回限定生産のものなので、上の句と下の句の、まあこれね、ボックスになってるんですけど、上の句と下の句が、収まるこのケース、これが今これが出てるのがケースだと思うんですけど、これの中に下の句も入るよっていうことみたいです。まあ、下の句はね、また予約をしていても来てるんですけど、それはね、また後日、違う日にね、違う日というかこの後にね、また下の句はやりたいなと思います。とりあえず上の句早速開けていきたいと思います。はいはい、今ね、開けました。開けたら、袋取ったらね、なんかね、なんかこれ。なんかこの、ペラペラのなんかついてきました。うん。これ裏面に来てたやつね。で、これが、収納ボックスになってるものですね。キラキラしてるよ、キラキラ。うん。まあ、もともとこのちはやふるって、まあ、これね、実写版の映画版、まあ、広瀬すずちゃんがやっている、主演でやってるものなんだけど、まあ、アニメ版でもあったよね。アニメ版も見てる人は結構多いかもしれない。ね。じゃあ、ちょっと早速開けてみますね。ちょっと持ちながらできないんで、ここで開けます。おー。よいしょっと。はい。オープン!チャラリラリーン!おー。お?髪の毛?ちょっと待って。何これ?なんか二段重ねになってるよ。ちょっと撮ってみよう。一番上撮ってみます。こうなってるんだ。これ上の句って書いてあるんですけど、ちはやふる上の句って入ってて、でなんか中にね、ちゃんとこういう風に入ってます。でね、もう一個入ってる。なんだこれ。あはいはい、何も入ってないと思ったら、ここにこのスペーサーを取り外して、ちはやふる下の句豪華版を収納することができますって。だから、ただの台、二重にしとかないと取りづらいだろうっていうことなんだろうね。それで多分これ入ってたみたいな。だからこれを取って下の句も入れれば2つこうセットで入れられる予感になってるということみたいですね。じゃあ早速ね、ここ取ってみます。オープン、チャラリラリーン。おー、すずちゃんだ。こうなってるんだ。早速ね、じゃあちょっと見てみましょう。これが表、すずちゃん。こっちがみんな揃ってるしね。うん。裏面こんな感じ。で、表を1枚開けると、あ、こうなってるんだね。はい、これが上の句の、ブルーレイディスク本編ですね。はい。で、もう一枚開くと、おっと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 、これ危ないな。じゃん、見えづらいかな。真ん中が上の句の DVD かな?はい。で、一番こっち側が特典映像になるみたいです。はい。ちょっとこれ見せづらいね。あとはね、中に入っていたものは、なんか取扱説明書のなんかペラペラの紙1枚と、あとね、特典、豪華版なので、豪華版はこの映画の中での
あれなのかな、ブックレット的なものなのかな、中見せると多分ネタバレになっちゃうと思うんだけど、まあそれが一応ブックレットがね、豪華版などで入ってました。はい、ということでですね、今日はですね、こちら、じゃん、映画ちはやふるの実写版ですね、上の句の豪華版を買ってみて開けてみたよっていう動画でした。まあね、僕このちはやふる映画見に行けてなくて、非常に楽しみにしてたものですね、これも。はい、でアニメ版は正式に言うと全部一通り見たわけではないんですよね。最初から最後まで全部見たってわけじゃないんですけど、まあ見たことあって、アニメ版も面白かったです。面白いですね。で実写版も楽しみです、非常に。でこの実写版は上の句と下の句をやって、その後になんか続編が発表されて、続編もね、まあ、まだいつ公開とかって決まってないんですけども、続編もね非常に僕は楽しみかなと。だから早めにね、早めにっていうか早くね、その続編もできてほしいなと思いましたね。はい、ということでですね、気になる方はですね、ということでですねっていうか、まあ気になる方はこのちはやふるね、もう持ってる人は持ってるかもしれないけど、気になる方は下の方にもリンク貼っときますので、そちらの方からぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。シャバダバイバーイ。